ールドサッカーウィニングイレブン前半戦が始まります。サポーターの期待に応えるプレーを見せてほしいですね。画面の右側にエンドを取りましたレバークーゼン、反対側左にエンドを取ったマドリッド。それでは試合の方を見ていただきましょう。ジダン、右へエルゲラ、これが笛です。これはレッドカード、一発退場。気をつけてプレーしないといけません。ラウール、オフサイド、ちょっと飛び出しが早かったか。あー、出てますね。大きなボール、止めた。ラメロン、縦に出します。あっと前に出した、取り返した。ここから大きなクロス、イエロキルシテン、ここはしっかりつながないと。振り回します。5分過ぎました。モリエンテス、どうするのか。レバークーゼン、ゆっくりとボールを回します。小さく蹴り出す、再び取り返す、打ってきた、イスティング。これはコーナーキックになります。レバークーゼン、開始早々大きなチャンスを迎えています。おっとセンタリング、いいボール、追いついた。副審がファールを取りました。ヘッドで押し返す、左へパスを通します。10分経過、左へじっくりとパス回し、さあ抜けていくか。レバークーゼンボールになります。リスタート、あと直接狙った、うわー入った、ゴール、マドリッド、ここで先制点。もう一度見てみましょう。マドリッド、このリードを絶対に譲らないためにも集中しなければなりません。激しい奪い合い、前半15分、おお、バラック、キルシテン、セーフティーなプレー。レバークーゼン、ここはしっかりつながないと。おっと上に上げた、しかしカット、ショートパス、マケレレ、前へ、さあ前に何人いる、さあここから止めた。ミチェル・サルガド、前、ジダン、あ、足がかかりました。キック、イスティング、ブット、これは素晴らしい反応でした。ジダン、ボールを置きます。頭だ、わずかにそれてしまった。これがこの人のお箱です。面白いボールでしたけどね。20分経過しました。キルシテン、どうするのか。入れば同点、カシです、よくしのいだ。ボールは中央、ルシア、縦に出します。ここはしっかりつながないと。ゆっくりとボールを回します。前に送って、前半25分、
マケレレ、ここから反撃だ。縦に出します。ダメロとここで前方へ、激しい奪い合い、戻って受けます。いい展開だ。ラウール、ジルコリッチ、右へ回す、裏をつきます。前半30分経過、ティーゴ、カット、バラック、ジルコリッチ、前、ジダン、縦に出します。モリエン、おっとすくい上げた、来た、ダッポッと折り返した、クリア、マイナス方向にクリア。ジダン、どういうボールを蹴るんでしょうか。入れさせません。セベッセン、前半35分をすでに過ぎました。エルゲラ、じっくりとパス回し、ミチェル・サルガ、おっと左に出した、おっと前に送った、ノボトニ、ヘッド、守りきった、ヘッド、バスクルク、エルゲラ、前に送って、チャンスですね。前半終了まであと5分、バスクルク、折り返した、エルゲラ、繋がればチャンス、早く前線にボールを入れた方がいいですね。スローインです。前に出す、もう一度スローイン、もう一回スローインです。ファールを取られたようです。ロングキック、ここでカット。手元の時計では残り時間がほとんどありません。ここからカウンター、ジダン、前方へ、ルシア、セベッセン、ここで前半終了って言いますが、そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。この調子で頑張ってほしいです。はい、それでは後半戦開始の方です。レバークーゼン、劇的な逆転を見せてほしいものです。仕掛けます。いい展開だ。ティーゴ、ルシア、持って上がる、激しい奪い合い、パボ、左へパスを通します。ディーゴ、再び繰り返す、右サイドに送ります。パスが通ればチャンス、チャンスです。ロベウト、ガウロース、後半5分経過しました。ここでおっとすくい上げた、カット、ルシア、前、おっとここでロングボール、止めた、ダメロ、縦に出します。右へ、セベッセン、レバークーゼンボールになります。後半10分経過、ジルコリッチ、前に出す、ヘッド、ミチェル・サルガド、前に送って、激しい奪い合い、ここはしっかりつながないと。セベッセン、マケレレ、右、パボ、前にボールを送る、もっと右サイドへ送った、あっと縦に出した、バストゥルク、素晴らしいスピードです。よくしのいだ。してますよ。後半15分経過。これが通れば面白い。チャンスです。押し込め。が惜しくも外れました。ここで選手の交代です。
ダメロン、彼に代わってグラネス、ノイビレ、モリエンテス、おっと前に叩いた、チャンスですね。これはいいカバリングですね。ジダン、ロベウト・カウロス、おっとこれを前繋いでいきたいところ、マケレレ、前方へ、モリエンテス、押し込んだ、ゴール、マドリッド、ただいまのゴールシーン、ご堪能あれ。マドリッド、さあしかし2点差ではまだ分かりません。最後まで守りきることができるのか。後半20分経過、奪い返す、マケレレ、前へ、マドリッド、ゆっくり回します、ラウール、前、ノボトニ、バスクル、これはファールです。イエローカード、スタンドも異様な雰囲気になってきましたね。選手の交代が行われています。レバークーゼン、イン、リンク、アウト、ノイビレ、これは笛です。ヘッドでクリア、パボン、前に送って、後半25分経過、マドリッド、ゆっくりとボールを回します。おっと右に出した、再び取り返す、マケレ、前、ダウール、ジダン、ボイ、おお、打て、ゴール、マドリッド、さらにゴール、マドリッド、さあこれだけの得点差があればあとは守るだけですね。いいカバーリングです。ここからスローイン、試合時間は75分が過ぎました。呼吸もぴったりです。バラッ、おっとおっと、これはオフサイド、ただいまのオフサイド、スローでご覧ください。これはギリギリじゃないですかね。止めた、バストゥルク、マケレレ、センターに戻します、マドリン、さあここから、ここから早く攻めたいですね。小さく蹴り出す、モリエンテス、不審なファールを、長いキック、弾いた、ブット、これは素晴らしい反応でした。マドリッド、右サイドからのコーナー、レバークーゼンボールになります。左へパスを通します、縦に出します、あと10分です。ちょっとこれは強引だったか、しかもイエローです。これはスタンドもピリピリきますよ。大きなボール、よく止めた、左へ回す、マケレレ、前に送って、フィーゴ、マドリッド、ゆっくり回します。さあ抜けていくか、一旦戻す、ぐっと前へ、エルゲラ、リンク、ピッチの外にボールが出ました。あと5分です。
サイドを使う。間取り、時間を使います。いい展開だ。さあここでディーゴ、ボールキープ、取り返した。前方へ、裏を突き、しかしカット、リアバストゥルク、これはいいカバリングですね。リンク前、味方を探しています。いいカバーリングです。エルゲラ前、ロスタイムに突入しました。戻って受けます。ブラネス、縦に出します。さあ長かった試合に今収縮が打たれました。マドリード、今日の試合を振り返ります。まずはこの画面、このシーンには驚かされました。14、次です。65分、お手本通りの動きですね。今のプレー、違う角度からご覧いただきます。そしてこの場面、73分、非常に落ち着いて決めました。今のシーン、別の角度から見てみましょう。ではこれはいかがでしょう。79分、悪くはないですよ。このプレー、80分、この怪我は本当に痛いです。ただいまのシーン、別の角度からご覧ください。これが最後のチャンスでした。後半ロスタイム、今のプレー、違う角度からご覧いただきます。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。まあ大差はつきましたが、試合内容は悪くなかったと思います。そうですか。モリエンテス、彼の今日の出来について一言いただけますか。はい、彼は今日キレキレでした。なるほど、残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。